2024年3月27日ウエスタンソフトバンク戦、先発は大瀬良選手。開幕前の最終調整登板は5回を投げて被安打4の無失点、4回まで毎回ランナーを背負うピンチの多い展開だったんだけど、要所で三振を奪うなど計5奪三振と粘りの投球を見せてくれた。5回にはこの日初の三者凡退、球速も1段階上がり150キロ台の直球で押していたよ。打席にも立ち、開幕へ向けて準備万端じゃな。そんな大瀬良選手に対してファンの反応はというと、いつもの大瀬良って感じで悪くもなかったけど良くもなかったかな。際どい球をボールにされながらも四球二つはよく抑えてた。三振が5つもあるのは力がある証拠かな。開幕は大丈夫そう。長打打たれてたけど無失点はさすがでした。球数が多く苦労してましたね。今日はカットとフォークが多い気がしましたが、コントロールできていたように見えました。5回無失点なら合格でしょう。とにかく失点しないことが大切。初回のピンチも2者連続三振で抑えてたし、最後は150キロ連発してたから肘も問題なさそう。ずるずる点を取られるかと思ったけど無失点、直球で三振取れてたから状態は良さそう。あとは1軍レベルにどこまでやれるかだね。再三のピンチもしっかり抑えてたのはさすがだったね。気合も入っておったな。しっかりと調整できたと思うし、あとは地元カード2戦目の好投を期待したいね。ということで、大瀬良選手に対するファンの反応でした。